大将工具さあやってこうか大将工具。いや前回のラストさ、なんかマリオ USA に出てきそうな仮面みたいなやつにやられたからな、今日はそいつをぶっ倒すところからだ。いやあのね、ちょっと俺一個やりたいことあるから、このさ仮面みたいなやつとちょっと一騎打ちしていい？この場で俺は外に出ない。はい、ここだー。よっしゃー、俺の思った通りだったな。だいたいあの怪たちってさ、体力がそんなにないからその場で連打で勝てるんじゃねえかって。これ死んでねえよな。あ、オッケーだね。死んでるな。死んでねえよな。顔が死んでるな、こいつ。顔なしになってる。あ、夢？最悪の夢だ。いつの間にか眠っていたのか。なんかこのさ、BGM が不穏すぎない？っていうの。確かに疲れてるな。で、動けんのか。セーブしときの、また似たような未来が待ってるみたいな感じの無限ループに入れられてるとかやめてね。ほら、なんか無限ループ臭くない？無限ループ臭くない？臭くはないんだけど無限ループ臭くない？とりあえずここ調べてたってよな。やめろ、ちょっとその声面白いから。うぇー、声カスカスじゃねえか俺。と言っていきつつ、ちょっと待って、セーブしよう。セーブしつつ似たような展開待ってそうだな。どうせここ入ったらなんか起きんだろ。あ、あ、待って、あの火ついてたっけ。あ、でも調べれるわけじゃねえ。で、外出て左行って、あ、なんか今キーがちゃんって、キーがちゃんって音しなかった？こっちっていうわけでもねえのか。っていうわけでもな、なにっていうわけだったわ。なに急に緑の、あ、お前かよまた。何、しかも仲間引き連れてんじゃん。どうしよう、3体いる、3体いる。わいわい、ちょっと一旦逃げるか。一旦逃げつつの、立てったよ。お前下と上から来るの？いやこれちょっとむず、あ、びっくりした。ごめん、てめえだよ。体力あるな意外と。てめえ、よし、オッケー。じゃあお前3体のパターン、3体のパターン。レアコイルはちょっと離れつつも、距離取りつつも、2発ずつ当ててく。はい、完璧いいの。もう1体いるのか、レアコイルが。オッケー、ここ、よっしゃー。これも夢って言ったら俺怒るよ。もう夢じゃないよな。お前夢見てんじゃねえぞ。夢の中で夢、おい、夢の中で夢見るな。無限ループ解消工具に入ってる。また夢かみたいなこと言うなよ。いや、もはや全てって言っちゃってる。え、待って、全てってさ、え、違うよね。今までのそのこの解消工具2始まってからの話じゃないよね。今までの全て夢か。やっぱりまた顔なしモードになってる。らしくないな。そして、あ、動けない。今はイベントになってる。何やってんの。壁を殴るな、お前。今度こそ現実だ。あ、現実に来た。っていうかパンチ力やば、壁に穴開いてる。セーブして、え、あんなボコってさ、壁が相当おもろいか。氷室さん、実は骨折してるみたいになってるかだよ。強がって俺にさ、こんなパンチ力持ってますよ、へへのアピールしてるけどさ。なんじゃい、次は。車調べ、なになに、くっ、うわー、なに、もう、サイコキネシスでも食らったの。何を食らったんだろう。どこ、ここ動ける、わけがわからんぞ今。セーブできん。こっ
っちは何？なんじゃこの部屋、何これ、狭いし、トイレがあるわけでもない。なんで氷室さん、あ、何、あ、待って、これなんか死ぬ気がする、あ、死ぬ気がする、あ、いけない、こっちは入れない、どういうことなの今、もう誰、しかも真っ黒で、これ全部氷室さんが黒くなってく、氷室さん、うわー、氷室さんが壊れてくんだけど、あ、みこと、え、みことちゃん倒れてるところみたいな感じかな。氷室さん、なんかエロいな、ピンクいい感じにしたら、ちょっと多分面倒というかずっと付き添ってくれてたんだろうけど、体が、この手のぬくもりは、分かってんのかな。おめえには死んでもらっちゃ困る。まだ事件は終わっちゃいないんでね。まあ、終わってないな。っていうか、割と謎になってきたんだけど。何に、急に、うわーっと、イベントセーブ、なんか行政セーブ、ここからはどうなるんだ、もうラスト、お、怪異症候群最終日だって。もう今出たものをそのまま読んだだけだったけど。お集まりいただいたようですね。氷室さんも元気になられたようで何よりです。さて、今回の大規模な怪異事件、怪異症候群その2、そろそろ締めに入りましょうか。ああ、今日で終わりだ。もののべ天国が所持していた両面スクナ、その元凶が滅びたおかげで菊川市に溜まっていた怪異の淀みが流れ始めました。ここまでは我々の思惑通りです。これで終わる予定でしたがね。ところが奴はとんでもない置き土産を残していった。ええ、その通りです。彼は死に際にスクナを媒体に呪いを残しています。その影響でこの菊川市を中心に半径 50km、 50km？ お前信長に言ってやりてえな、おめえの縁はどんぐらいだって。悪いエネルギーが溜まってます。本気出せば 500km ぐらい出してくれんのかな。あと1週間以内に大災害が起こるでしょう。お前のことだ、何か解決策があるんだろう。バルブを閉めればいいだけです。怪異の淀みが溢れるポイント、そこへ行き邪気の流れを抑制する。口で言うのは簡単ですがね、大変難儀な仕事になります。中川、地図は？氷室さん、あなたにはまた別件があります。実はですね、菊川市に悪いエネルギーが溜まったことで少々おかしな事態になってまして、お、菊川市 C 地区の再開発地にて空間の変異を確認、奇妙な生命反応が出現したようです。なんだそりゃ。なんかさ、妖怪みてえなやつらと戦ったり、そこを収めてるギゲゲの鬼太郎みたいなことしてんな。そうですね、一言で言うなら人間でも怪でもなく妖怪でもない。今妖怪の話した後に妖怪でもないって言わないでくれよ。ちょっとだけ今俺恥ずかしいわ。次元の亀裂から出てきた何かです。何かか、アバウトだけどそれが一番正確な例えなんだろうな。おい中川、闇上がりに化け物を押し付けてやるなよ。構わない、俺が行く。ありがとうございます。では我々3人はそれぞれ各方面へ行き、大災害の予防に徹したいと思います。それでは皆さん、ご分を祈ります。なるほどちゃんですね。
五分を祈りますって、氷室さんなんでこんなにさ自分が一番危険なゾーンにやってくる、おっとこの二人思ったんだけどさ、大した情報網だよね。何それ、時空のねじれから湧いて出た虫、何この怪しんごな展開。どうやって調べたのかしらね。随分な皮肉っぷりですね。彼をそんなに酷使して大丈夫？信頼してますから。大した自信だね。なーるほど、なるほど、あーエクスペクトパトローナムのエクスペクトの方が HM カムダ中川亮介さん。ほう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 、前回これさ2個に分かれてるみたいな説明出てたよね。あ、コグレンかこれ。あ、びっくりした、なんか今氷室さんに一瞬見えたわ。高木さんですか。お前度胸あるな、素直に喜べないね。ネクタールの、あーネクタール、あーあー分かれてんのか。ネクタールの人間に褒められてもさ、え、どうなるのこの後。うわ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 、もはや何もないゾーンに、もしかして歩ける、もはや何もないゾーンに来てる。ゾーンだ、シークレットベースだ。おっと、これ貝なのか。大丈夫だ、人だ。お話はかかっています、工事中ですのでどうぞお気をつけて。セブ、もうお前も一緒に行こうぜ、せっかくなら。工事中、あ、何、再開発、ここのどこかに何かがいる。いや、めちゃめちゃアバウトじゃねえかお前、どこかに何かって。は、回探知機、こいつを使ってみるか。あー、回探知機使って回を見つけ出せってこと、そういうこと、そういうこと。ここから気になるね、まず入ってこう。お、顔色が良くなってる。お、いいじゃんいいじゃん、よかったね。まあ、みことちゃんのおかげなのかな。血って何、何を見たの。入れ、水は流れないようだ、すげえ静かだから嫌なんだけど。なんかさ、こういう時にサザエさんの BGM とかさ欲しいよね。右に行くよとりあえず。これ下も行けんのか、行けるわけじゃねえのか。工事中だな完全に。なんだこれ、何これ、機関車、蒸気機関車みたいな感じのやつがあるけど。あ、待って、あ、あー、そういうことか。え、あ、なんだ、あー、わかんねえよな、びっくりした。なんか今これさ、貝を見つけるって言ってもさ、勝手にやってくれんの。あ、なんか、あ、音鳴ってるじゃん。ちょっと待って、セーブ。あ、上か、あ、なんか血みたいのついてない、あ、撃てばいいの。あー、始まった、急だ、全体的に急、全体的に急なんだよ探偵学園。なになに、どっから来んの、あ、なに、あ、あ、なにこれ、黒いのやればいいの。うわ、上のドクロ3体なんなんだよあいつら、あれも撃てってことか。いって、オッケー、これ撃って、どっから来る、どっから来る、黒いのが来るの気をつけよう。しかも意外とさ、相手の一撃でかいんだよ、こっち銃撃ってんのにさ。はい、しかも縦横動きすんなよ、意外と頭つか、いや何これ、え、どうす、どうすればいいの、こっち、こっち、あー、いた、いた、いた、やばい、あと一発で死ぬ、あと一発で死ぬ、あと一発で死ぬ、これわからない、終わり時がわからない。なんか俺さ、やってないことがあんのか。しかもなんか複雑な動きしてくんな、腹立つな複雑な動き。まだある、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 まだ、うわ、2体来た、2体来た、2体来た、2体はちょっとめんどくせ、今普通にめんどくせっちゃった、死んでくれ、頼む。まだあるの、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 まだある、
はぁ、来る、はい来る、はい来る、はい来る。わかんないこれ、ドクロをやってるも意味ないってわけ。こっちか、こっちか。うわぁ、何体倒せばいいんだろうよ。なんかこれこそ本当に無限のループに入ってる気がするんだけど。こっち、終わった。くそ、どういうことだったんだ、どういうことだったんだ、なぜ終わったんだ。まあいいか、よくわかんねえけど、まあいいか。さあ次は、これ今右行き止まり臭かったよな。じゃあ左に行ってみるか。左に行ってみよう。で戻ってくる場所もセーブして、ちょっと待って、ピッ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 って音がするんだよね、ここらへん多分。あ、ほら来た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 、これなのかもしかして。はあ、あー、急、急、あ、なに、くそ、こいつも急だ。あい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 、弱くあれ、お前は弱くあれ。まだいる、まだいる、終わった、よかった。一匹だったら楽なんだよ。そうなんだよ、まだあんのか。なんかもうピッピッピッピがなくなったから、これギエピーなくなってっから、多分これでいいんだろうな。はい、セーブで、上か。お、な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 んだここ、なんだここ。あ、意外と長い。右か上か、右。うわ、何、気になるけど、右間に行こう。そのまま右間に行こう。あ、なんかありそう、なんか、なんか来そうじゃない。なんか、てか、上なんで開いてんの。はぁ、なんか音鳴って今。ここか。あ、ここだー、見つけた。もはやなんかダウジングみたいな、なんかさ、もう撃つわもう。はい、これ頼む。一匹である、一匹である、一匹である。ラッキーしかもうせー、こいつ雑魚のパターン。2匹いる、2匹いんのかよ。あ、なんかぶら下がってる、おめえか。あ、これもしかして右と左と上みたいな感じなのかな。あ、待て、今上にいたな、上にいたな今。あ、ちょっと早くなってる、ちょっと早くなってる、ちょっと早くなってるじゃん、お前、お前ちょっと早くなってるじゃん。こっちに来い、こっちに来い、こっちに来たー、よしいいぞ。で左打ってよそいパターンはラッキー。次は、いや、めっちゃ早く終わって、なんかすげえ慣れてない俺。貝をやっつけることに関してとんでもなくプロみたいになってんだけど、ほんとに俺さ、貝をやっつけるプロになってこっかな。これ右が意外と、意外と長くない？徹底的にまず右に行くわ。で、こっち、あ、どこ、どこ、どっかいたね今。あ、あれだ、始まったー。届くのかよ。え、なに、なに、え、なに、あ、なに、危ない。その動きやめて、エイリアンみたいなやつ。ここで待ち伏せ、危ない。え、どこで当てればいいの、この上、上か。あ、ここだ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 。じゃ上と下の時に合わせよう。ただ動きがワンパターンだから意外といける気がする。はい、オッケーオッケーオッケー、簡単だね。で、何、急にカーンって何、もう全部倒したよっていう合図ってことでいいの。急に今カーンってなったけど、しかも単純なバグなの。でもまだ行ってない箇所あったよね、この上とかさ、まだいそうじゃない、快適なの。とりあえず上行って左キーの、これ何なんだよこの場所。どこかにいる何かっていうのをやっつけたのかな俺もしかして。うん、どこかにいる何かっていうか、これただ上から回ってぐるっと来ただけで何もねえじゃねえかよ。これどこかにいる何かっていうよりはさ、そこら辺に、そこら中にいる何かだったけどね。これ上行ってねえな。そこの選択肢氷室さんがやれよ。お前がこの仕事を受け負ったのにさ、奥に続いてそうだ、進むこの場にとどまるってさ、その選択肢俺に与えてんじゃねえよ。待って、セーブして、セーブできねえ。あ、この画面だとセーブできる。あ、待て待て、おかしくないか、今の上の部分だとセーブできなくなってんのか。ちょっとセーブしたからもう行ってみよう、やってみよう。進む、ご飯、ご飯が進むなんだけど、なんだ。あーっと、みことちゃんと中川、あ、みことちゃんじゃねえや、金森と、この二人がさ、
別に敵対してるわけではないんだよね。一つ聞きたいんだけど、小暮くんもあなたと同じ HM だったんでしょ。小暮もそうなんだ。どうしてそう思うのですか。やたらうさんくさい道具持ってたからね。それに特務課に来た経緯が変だったもの。もともと彼は私の部下でして、あーこの金森って子は意外と鋭いな。もっとも顔の見えぬ上司が私だったというだけで、彼がそれを知ることはなかったでしょう。一方的に知ってたってことか。小暮君が組織を抜け特務課を裏切り、ここまで暴走するとは思いませんでした。いやでも小暮がなんか裏切ったのにも理由が完全にありそうだったからな。野心家だとは評価していたのですがね。実は上の方から小暮を捕らえろとの通達がされてまして、この件に関してはもはや時間の問題でしょう。彼のこれからの選択肢は2つ。一人で逃げ続けるか、ネクタールへ寝返るか。なんかここまで来たら小暮には一人でいてほしい的なところがあるな。もしかしたら今頃接触してるかもしれませんね。ということは今氷室さんのさ、あ、でもここにいるんだもんな小暮。よく気づいたね。俺がネクタールだって。あんたは十分怪しかったよ。 HM 同等の確かな情報を仕入れてた。なら説明の手間が省けるな。俺はあんたら側につく気はないんですよね。 HM だかネクタールだか知らないけど、最初から慣れ合うつもりはないですよ。そうかい、あんたも大変だね。それでどうするんですか。見逃すってわけでもないでしょう。ネクタール側としてはね、何も言うことはないよ。ただどうしても引っかかることがあってな。派閥や組織とかそんなくだらねえもん抜きで、俺から一つ言わせてもらっていい。手をぶっ倒しといて勝った気になってんじゃねえぞ鬼さん。消える前にきっちりけじめつけてこい。うわあ、なんかこの後氷室さんと小暮の二人になりそうじゃない。小暮君の裏切りで特務課のわだかまりが表面化してしまった。あなたはこれからどうするの。愚問ですね。我々はそれぞれの立場や境遇は違えど信念は一つだと信じています。そうでなければとっくに空中分解していますよ。今やるべきことをやりましょう。あーで、氷室さんはこの奥に何があるんだ。やばそうなとこ来たな。また一人だけなんか場所がちげえんだもん。町とか駐車場とかじゃなく謎の森じゃん。もう迷いの森じゃん。もう迷ってる感あるからね、ここに投げ出されたけど。まあ、とりあえず一本道進んでっていいのかな。先に進んでいこう。今までのボス大集合みたいなやつだけはやめてね。お、進んでる。なんか上に行ってるな。そして意外と距離があるけど、この先に。でもね、多分さ、多分怪異小国軍その2のラストの章じゃんこれ。ボスがいるんだろうな、この章にも。なあ、怪しい。なあ、怪しい。あ、でもこっち。ああ、こうやって通るのね。これ気づかない人いるかもしんねえじゃねえか。危なっ。上に行こう。どうなるんだ。お、お、お、お。いつものメンバーか。氷室、最後の仕事を片付けるそうだ。そうみたいですね。
見事じゃ。心配すんな、あいつは必ず帰ってくる。大丈夫です。みこと、本心は違うんでしょう。氷室さんの助けになりたいって前からずっと言ってたじゃない。そうなのか。だがよ。いいんです、加賀さん。私、あれからいろいろ考えたんです。氷室さんはあの時私を守ってくれました。わー、これワンの時の話かな。懐かしい。なんか最近なのに懐かしく感じる。何日間もずっと目を離さずに。だからもう私はあの人の目の前に行ってはいけないんです。邪魔をしてはいけないんです。みこと、それでいいんだね。こっそり見守ります。バレないようにこっそりと。私の作ったお守り渡しておきました。おー、あの時か。寝てる時かな。うわー、何それ、最後の戦いみたいな。セーブしたいんです、お願い。できた、よかった、嬉しい。それだけは感謝。しかも BGM が変わらないままだ。じゃあ進んでいくか。うわ、なんか最後な感じする。うわー、もうもはや出そう。あーと、もう調べるよ。もう多分余計なことしても意味ないだろうから。あー、準備整ってないわ。なんだかんだ準備整ってねえわ俺全然。氷室さん、事件はやっぱ現場で起きてましたよ。はい、覚悟はできた。行くしかないな。ラストか。あ、動けるぞ。戻っていいのか。あ、戻れない。見えない壁がある。これかっていうわけでもないな。カラスめっちゃ来てる。今正直俺貝より怖いものが近づいてる声がする。はい、なんすか。じゃあ今の時間何だったの？お、一体何が？女の子？暗いな。あ、もうセーブできない。ああ、もろ幽霊感出てる。ごめんなさい、あの声ちっちゃくて聞こえなかったです。え、何？あ、なんすか？ちょっとなんすか？あ、何？ユンユン？何そのタレントみたいな名前？え、何？最近出てきそうなタレントみたいな。ユンユン、ユンユン、何？ユンユン、何？ユンユン打っていいの？めっちゃかわすじゃん、ユンユン。めっちゃユンユンかわすじゃん。それ何？は？はい！危ない。ブーンじゃなくてユンユン、ユンユン、ユンユン。あ、そのブーン、ブーンの時、この時かわすのね。なるほど。で、早い時は当てれるってことなのか、ユンユン。そういうことか。なんでその新しい術みたいな、なんかとんでもねえやつ戦ってる気がするんだけど。当たってる、当たってる。危な、台風みたいなの来てる。危ない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 。食らってんじゃん、めちゃくそ。どうすればいいの？走り続ければいいのか。ユンユン、ユンユンとの戦い方がわからん。これ走って撃って、とりあえずでもこれ時間っぽいな。とりあえずこれは無視して撃っても意味なさそうだな。で、歩き続けよう、歩き続けよう、歩き続けよう、ユンユン、歩き続けよう、歩き続けて、歩き続けて、ユン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 、歩き続けよう。 OK、 で、これは時間だろうから撃ちつつも、ちょっと離れつつもで、一番危ないのは台風みたいな攻撃だな。この攻撃、危ない。はい、はい、危ない、はい、危ない、はい、はい、歩きながらやってるから食らってない。キーンって言ってる。まだある。なんか俺の部屋のものが大量に落ちてきたんだけど、びっくりした今、普通にびっくりした。家に置いてる置物が全部今倒れたぞ。で、これで歩きつつのブーンが来る。
ゆんゆん早い。はい。いや危ない、この時危ないな。この時よりはどっちかというと、あの台風みたいな攻撃の時になってた方がいいな。うわー、今台風の攻撃気づいてなかった。最初見えてなかったから当たってたんだね、あの風の攻撃。危ないって。歩きつつ、歩きながら歩きながら、はい、ちょっと今コントローラー止まるのはなくない？もうあと一発で死ぬ。危ない、もうあと一発で死ぬ。もうこの一撃で死にたくないわ。普通に死にたくないわ。次、ユン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 、高速ユンユン、高速ユンユンの時にどうしよう。高速ユンユン、高速ユンユンが来る、高速ユンユンが来る、高速ユンユンが来る、高速ユンユン気をつけよう、高速ユン気をつける。はいはい、当てた。だから動けるようになれ、俺のコントローラーが。なぜ止まる、もう怒りたい。はい、勝った。なんかわかんないけど、ものすごいスピードで勝った。あ、まだいるじゃん。え、まだいる。これ上行っていいの？上に入れるようになったの？いやいや、ちょっと、あ、なにこれ。なんか取った、なんか取った。回復アイテムみたいなやつ。あ、上行けない。上行けないじゃないの、やだよ。早っ。攻撃パターン変わってる、攻撃パターン変わってる。多種多様だな、ユンユン。次は、次のユンユンは、なにそれ、なにそれ。あ、もう課金じゃないの、本当に。ユンユン、これ結局当たんないんだもんね、このユンユン。あ、当たってる。このユンユンも当たってる、意外と。このユンユンも意外と当たってる。いろんなユンユンがいる。なんだいろんなユンユンって。じゃあここの直線、あ、でも早すぎるんだよ、早すぎるんだよ、ユンユン。もはやその動きいらねえだろ、当てれないんだから。え、次上だろ、上に行くんだろ。あ、なにそれ、はぁ、おい、やめろ、はぁ。ちょっと、ま、ユンユン、お前いい加減にしろよ、てめえいい加減にしろよ、ユンユン。お前好き勝手やりやがってよ。当てろ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 、よし、はっ、はぁ、もうやだよ。次は、あ、高速ユンユン、高速ユンユンね、高速ユンユン。立て、次は下か、下か、右だ。はい、当ててる当ててる、一発当ててる。はい、危ない、これは無理していかなくていいで。次何、ビームか、次ビームか、次ビームか、ビームだな、これビームだな、これビームだな、次ビームだな、ここだな。チャンス、オッケーよ。そしてゆっくりユンユン、ゆっくりユンユン、ゆっくりユンユンの時が一番当てれる。はい、来た。まあ、まだまだまだ、何、え、羽ばたくはずのなかった蝶々、羽ばたく。あ、回復した。ユンユン、ユンユン、もう、あ、こ、あともう一個回復ある。危ない、ユンユン、ユンユンなんか危ないもの持ってる、ユンユン。お前、うわ、ずるい、最初から武器持ち上がってる。ユンユン、お前武器はずるいぞ、お前武器はずるいぞ、さすがに。おい、てめえ、ゆっくりゆっくりゆっくり、オッケー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 。ユンユン、ユンユン、危ない、ユンユン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 危ない、危ない危ない、ちょっともう拾っちゃう、拾っちゃう、拾っちゃう。拾って、持って。なんか、え、なんか、え、何そのシールド、なんだよそれよ。もう全然知らない攻撃で来るな。てか最初からやってこい、マジでそれ。よし、オッケー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 、いいよ。3発ぐらい食らってる。で、危ない、このこのユンユンの時は歩く、このユンユンの時は歩く、このユンユンの時はもう攻撃しない。もうゆっくりユンユンの時以外攻撃しない、ゆっくりユンユンの時以外攻撃しない、ゆっくりユンユン以外。はい、高速で来る。で、このなんだ、このユンユンなんだっけ、なんだそれ。もう悠々白書にいたな、腕ぐるぐるさせるやつ。次高速ね、ひーやばー。ゆっくり、この時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 、はい、オッケー。で、次は何、ゆんゆん、危ない、早ゆんゆんね、早ゆんゆん、早ゆんゆん、大丈夫ですか、こんなにテンパりながらやるもんなのか、これ。あ、ひだひだひだ、ここにいれば大丈夫、大丈夫、来る、あ、大丈夫か、あ、大丈夫だ、大丈夫さい、大丈夫さい。で、ゆっくりユンユンだ、はいはいはい、オッケー、いいよ。で、まだまだあんの、高速高速高速、英雄に結び目を切り離してやろうか。は、なに、それでは塵とか、なんすか、なぜ死なない、なんすか、あ、なんすか、なんすか、急に、もはや何言ってるか分かんないんですけど、まあ、ちょっと待って、当たんねえ、ユンユン、これ当たんなくなってる、攻撃、ゆっくりユンユンが、危ない、はいはい、これが意外と当たらないんですな。次は何何何、その沈黙やめて、当たらないから、
全然当たってないから。何その沈黙、何その沈黙、話せばわかるみたいなやつ、これ何。あ、今急に出てきたな、コマンド、急にコマンド出てきたな。てか最初からその攻撃でさせてくれ。危ない、あ、まだ体力あった、まだ体力あった、もう終わったと思った。危ない、急、それ急、それ急、それ急で、次はゆっくり、あー危ない、今死んでたよ。あー、やったー、これでいいの、もう。あー、てかじゃあさっきのやつ一発で成功させとけばよかったってことだったのかー。あー、終わったのか。このお守りは、ちょっと待って、お茶飲もう。一旦落ち着こう。さあ、こっから。でもなんか大丈夫な感じの BGM に聞こえるけど、コグレンと出会うのかな、最後の最後で。みことちゃんはじゃあお守りで見守ってたっていうことだったから、本当に直接は来なかった。俺意外と最終的にみことちゃんも来るのかなって思っちゃってたわ。氷室さん助けますみたいな感じで来るのかなって思ってたけど、本当に見守ることにしたんだね。任務完了、こちらは異常なしです。それぞれの道が、これどうなるんだろうね。もうこの特訓艦はなくなってしまうのかな。戦ってる、はあ、しんど。でもこれで淀みは全部流れたはず。初めて見たかも、あの子が戦ってんの。お、あーよー、いつもの二人か。おい、生きてるな。お前ら、氷室、すべて片付いたのか。ああ、怪異は消え去った。よし、じゃあこれにて一件落着だな。なんでもない。この日、二度目の怪異症候群が集結した。お、ケース4変動。お、あ、まだ続く感じか、これ。ありそう。あー、セーブがあるってことは、これまだ続くね、意外と。ちょっと、どこまで、え、これどこまで続くんだ。ケース5は何なんだ、じゃあ。怪異症候群が集結したのにまだあるってことでしょ。あ、結局いつものメンバーに戻ってる。ちゃんといるんだね。あ、なんか絶対みんな思うことがあるのに、日常、普通の、普段通りの日常を装ってんだ、これ絶対。皆さん、おはようございます。そして、本当にお疲れ様でした。第二の怪異症候群、後に、後に何の影響もなく解決することができたようです。これも、特務課が一丸となって立ち向かった結果です。おそらく、これが特務課にとって、最初で最後の大きい事件となるでしょう。これから先は、いつも通り不可思議な怪異を相手に事件を解決していきます。未だに未知の領域が多い怪異、誰かがやらねばならないのです。そしてそれこそが私たちの役目です。そうだね、私たちは自ら望んでここにいるもの。氷室、お客さんだぞ。これはコグレンじゃないのか。さあ
ここでどうなるんだ。あ、動ける。あ、セーブはできない。朝っぱらから喧嘩しちゃう男の人ってちょっと引かれてんじゃねえかよ。分からせてこいや。あー、ここね、裏切った裏切った言われてる割には普通に俺らの前に なんか何度も出てくるな。じゃあ行ってくるよ。待って、やっぱセーバーできないよな。うん、あ、待って、ちょっと待って、このホワイトボードセーブじゃなかったっけ。はい、完璧、頭よろしい、よく覚えてる。蹴りをつけよう。蹴りをつけるって言われてもね。待ってよ、普通に戦うのか俺もしかして。そして立ち位置が逆になってる。お久しぶりです、氷室さん。小暮、やるべきことをやる前にいろいろ蹴りつけたくてね。それで心置きなく専念できますから。お前の死闘に付き合うつもりはない。だが特務課である前に一人の警察官としてお前は見過ごせない。それだけだ。相変わらずです。あー、思いっきり噛む。相変わらずですね、氷室さん。この際だから正直に言いますよ。俺はあんただけは認めていた。腕っぷしもそうだが、真っ当で筋が通ってた。だがね、綺麗事だけじゃ世の中回りません。あんたのようなやつは必ず痛い目を見る。ふん、心を徹さなければ本物には勝てない。今なんか途中ふんって入ったね。それをここで教えてあげますよ。ええ、なに、なに、小暮、もうやめようぜ、ほんとに。氷室さん、ファイナルバトル、ゴー。じゃやな、そのゴーやめろ。 Z 攻撃、 X 防御、もうわかんないよ。防御成功すると次の攻撃が取りやすくなる。しかしなんでですかね。はい、あんな臆病者のクソタレでも消しても消しても湧いてて、読ませながら戦わせるな。難しい、危ない、いた、普通に殴りしてんじゃねえかよ。もうその銃拾って撃て、もはや。はいはい、危ない。でこれ無視して、はい、危ない。なんだ、クエーってお前軽い声出してるな。防御すればいいんだな、きっと。なんだその連続攻撃、こっちなんもねえんだよ。はい、防御、防御がね、もう早い、お前横ついてくんな、横ついてくんな、バカ。はいはいはい、いった。でもこっちの攻撃が分かんないな。はい、食らってはいるよね。でも相手の攻撃で上に回復が1個あるの。何回とかなきゃいけないと思ってて、いってえな、バケ。体力が黄色信号だ。どうした、小暮、ざれ言はそれでおしまいか。実力不足だな。こっからですよ。いや、はははじゃないの、甘いね、甘いねじゃないの。なんか連続攻撃食らったんだけど。あ、危ない、せや、はい、オッケー。はぁ、何回復できないって。あ、たできたできた、なんだって、何ボタンで回復できたんだよ今。は、待って、防御どれ。あ、これ防御、これ防御、今チャンス、危ないよ。オッケー、あと一発当てろ。くそ、それやめろ、当てろ当てろ当てろ、よし当たった。あ、もう、ま、意外とまだある。危ない、赤信号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 危ない。オッケー、取ったね。これ当てろ当てろ、危ない。はい、オッケー、これ勝ったのかな。っていうかただの喧嘩じゃん、本当に。分からせてやったな。その銃ちょっと危ねえけど、お前を牢屋にぶち込むのは簡単だ。一日だけ時間をやる。それまでに自分が何をするべきか考えろ。小暮、お、加賀さん、なんすか、
加賀さん。ずいぶんやられたな。あの人、僕に時間をやるって何を考えてるんですかね。そういう甘いところが大嫌いだったんですよ。まだ見込みあるってことだろ。で、どうすんだ。決まってるでしょ。逃げるんですよ。なんかバカらしくなりましたよ。一体僕、何のために戦ってるんでしょうね。目覚めたか、バカ野郎。聞かせてくれや。どうしておめえがそんな風になっちまったのかよ。確かにそこ気になるよな。私は割と真面目に HM なのですよ。この世の超常現象を解明すれば未来は変わる。今は特務課を育ててますがね。ああ、好きにしたらいいんじゃない。なんだかんだ変わらない日常って感じなまま終わりそうだね。これで全部終わったんですね。いや、まだ始まったばかりだ。これから先、君には様々な困難が待ち受けてるだろう。想像でする痛みを味わうかもしれない。その時はどうするんだ。生きてやる。どんなに辛くても苦しくても生きてやる。私にしかできないことをするんだ。ひっそりでいい。まっすぐ前を向いて生き続けてみます。いい答えだ。はるちゃんかわいいな。で、みことちゃんが出てこなかったな、今は。っていうことは最後出てくるのかな。終わりか。おっ、あー、みことちゃん、いいね。1の主人公がみことちゃんでさ、2が氷室さんってさ、バレバレの隠れ方してるな。それ氷室さんがそのまままっすぐ行ったらもろバレだぞ。てかもう分かっちゃってんな、頭かいてるってことは。あいつ何やってんなみたいな感じで、でバレたことをそっちも気づいたな。いいじゃん、いいね。なんかいい再会だね。わあ、いいわ。わあ、よかったよかった、面白かったな。以上、怪異症候群2実況プレイでした。でしたのダサさ。いやー、楽しかったなー。ただ最後のボスユンユン腹立ったわー。マジなんなんユンユン、なんなんユンユンだったわ。いやー、今回も4つかトータルの回は。で最後コグレンとのね、殴り合い、男同士の殴り合いで分からせてやったって感じか。どうなんだろうね、これ2で終わんのかな。一応ゲームとしては怪異症候群2までしか出てないんだけど、まあ、リメイクがあるけど、リメイクは1の最初のストーリーだけっぽかったんで、これで一旦怪異症候群はおしまいとなるんですかね。やっぱシリーズもの、しかも1あって2ってなるとちょっと違う楽しさがあるね。スペシャルボイス、あ、声が入ってたからその人たちの声か。いいね。ちょっと前作の主人公が違う続編では別の形で出てくるっていうのいいね。あ、ユンユン名所のみだったんだ、やっぱり。終わった、エンド、ありがとうございました。これでおしまいかな。うん、楽しかった。それでは皆さん、怪異症候群2ありがとうございました。またどこかの何かの実況でお会いしましょう。さようなら。どこかの何かっていう、そのね、怪異症候群2の最初のあの怪を倒す時のセリフをあえてこの最後